おはもる、どうも、紅茶ガーデンです。はい、今回なんですけども、現在、夏、メダカシーズン、マシュグラということでですね、メダカを始めたとか、今からメダカ始めたいなって人もね、たくさんいらっしゃると思います。で、悩みもね、すごいあると思います。やっぱりね、アクアリウムっていうと水は一見綺麗に見えても実は環境が悪いとか、水はすごく緑なのにすごく調子がいいとか、普通にね考えたらなんでって思うことたくさんあると思います。例えばね、近所の川はすごく緑で汚いって思う人いらっしゃるかと思うんですけども、実はね、あの環境が良かった場合とかもね、あるんですよね。だからね、やっぱ目にね、あんまり見えない検査とかをね、いろいろすると分かることもたくさんあるんですけども、もうパッと見だと初めてアクアリウムやる人は分からない、正直分からない。私もですね、メダカはもう何年も飼育してるし、アクアリウムもずっとやってはいるんですけども、やっぱりね、最初はメダカをたくさん天に返してしまいました。その失敗があるからこそ今の私があるって感じなんですけども、メダカが死んでしまう原因、初心者ありがち、上級者でもたまにある、それをね何個かチョイスしてみました。はい、ではまず紹介したいのが病気、メダカの病気ですね。正直ね、メダカは結構体が強いのでそんなに病気になりません。よくあるのはおぐされ病、水かび病とか、ポップアイとか、痩せ細り病とかが多いのかな。うちだとね、ほとんど病気はなくてですね、やっぱり痩せ細り病が一番多いかなって感じてますね。ただこの痩せ細り病はね、割とまだ解明されてないらしく、アクアリウムメーカーのジェックスさんが今ね、痩せ細り病について絶賛研究中ということでね、今後が楽しみです。はい、ということでまず病気なんですけども、そもそもそんな病気にはならないです。はい、次、よく初心者でありがちなこと、水流が強すぎる。はい、メダカなんですけども、例えば市販でね、よく売られてるろ過フィルターとか、ブクブクエアレーションとかをね、皆さん買ってくるとは思うんですけども、メダカですね、なぜかね、その水流が強いところにずっとこう泳ぎ続ける習性があります。なんでね、もうそれで疲れ切って体力を消耗して死んでしまうことがね、結構あります。メダカの生息地見てみてください。あんまりもうね、自然にはいないんですけども、すごくね平らで、深さもそんなになくて、流れがほぼないようなところに住んでる印象ありませんか？そうなんです。なんでろ過フィルターとかでもうバーバーに水が来てたりとか、エアレーションでこんなになってたりするともうすぐお亡くなりになってしまいます。なんでね、もしメダカを飼うってなったら、水流の調節ができるフィルターとか、あとエアレーションも調節できるようにつまみとかでね、できるものの購入がおすすめです。もしくは水流があんまりこういかないような工夫がとても重要です。はい、じゃあ次、初心者によくありがちメダカシーン、水槽が小さすぎる。はい、これもね、わかります。私もね、まず一番最初はね、このぐらいのでね始めましたよ。大きい水槽よりも小さい方が飼いやすいんじゃないかとかあるじゃないですか。もしくはコンパクトにしたいとか、すごくね気持ちわかるんですけども、初心者の人になればなるほど大きい水槽がおすすめです。これなぜかというとですね、この小さい水槽だと水質悪化もスピードもね早くなります。例えば大きい水槽だとこれは徐々に悪化していきますけども、小さい水槽だともう一気に悪化してしまうんですね。なんで大きい水槽がおすすめです。でメダカはね、結構急激な温度変化とか急激な水質変化にはね弱い生き物なので、そういう意味でも大きな水槽から始めるのがおすすめです。なんでね、よくねこういうちっちゃいのあるじゃないですか。あれじゃなくて本当大きめからね始めていただくのがベストですね。ちょっと場所がなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、大きい方が断然に飼育は楽になります。よく初心者さんでありがちなメダカシーン、綺麗すぎる。私もやりました。
メダカを飼育するとね、もうメダカが気になって気になってしょうがない。水をね、めっちゃ変えたくなるんですよ。大して汚れてもいないのに水をバシバシ変える。ま、水替えはね、すごくいいことっちゃいいことなんですよ。でもあまりにも綺麗すぎると水中の中にいるバクテリアとかそういうのまでね、いいものまで抜き取ってしまうので、多少ね、あの緑の苔が生えてるぐらいがメダカの水槽には良かったりします。苔が生えるってことは、苔を作るプランクトン、植物性プランクトンが生きていけるってことですから、その植物性プランクトンをメダカはね、おやつにして食べたりとかもしておりますので、そういう意味ではあんまり水替えすぎも良くないです。もう一番最初はね、本当気にしすぎてね、いじりすぎちゃうんですよね。どうしてもめっちゃ気持ちわかります。はい、でよくありがちなこと、ろ過が入っていない。はい、ろ過なんですけども、これはね本当何でもいいんですけども、あのジェックスさんに出てるこのこれこれとかがねすごくいいなって思ってるんですよね。エアレーションもできて、砂利が入っててろ過もできるし、あと安いですからね、はいいなって思っております。まあ、やっぱろ過があった方が水質の安定はしやすいですね。なんで低床を入れるとかそういうのもいいんですけども、まあ、そういうろ過が入っていた方がバクテリアがたくさん住みつけるので、いいバクテリアがいっぱい水槽の中にいればいるほど水槽が勝手にきれいになっていくんですね。なんでね、餌の量とかそういうのを間違えなければ、そこまでね水替えの必要のない水槽を作ることができます。なんでろ過が入っていた方がやっぱりね飼育が簡単になります。ただね、これ入れたらすぐバクテリアが住みつくわけではなく、徐々にバクテリアがろ過にねくっついてくるので、速攻性はないんですけども、後々のことを考えるとやっておいた方がいいんじゃないかなって思っております。メダカの死因によくある原因、たくさん入れすぎ。はい、たくさん入れすぎ、要はですね、ちっちゃい水槽にたくさんメダカが入ってますと、その分うんちをしたり水を汚すスピードが速くなります。なので入れすぎは注意です。1リットルに1匹ぐらいの割合がちょうどいいって聞きますね。なんでね、初心者の方はまずは少数飼育から始めてみてください。あんまり多いとそれはそれで飼育難易度を上げてしまいます。でもね、わかるんです。メダカをね始めるとエビを入れたいなとか、他のなんか魚入れたいなとか、わかります。だから大きい水槽にしてください。絶対ね、もう皆さんショップに行ってね、こう買ってきてしまうので、なのでほんと大きい水槽から始めましょう。はい、メダカの死因、餌のやりすぎ。はい、これがですね、だんだん慣れてきたりとか、初心者さんとかも多いんじゃないでしょうか。メダカの世話というと餌やりが一番大きいんじゃないかな。で、餌をね、ついついやりすぎてしまう。これね、餌をあげすぎてしまうと何が起こるかというと、餌をねたくさんあげるとまず消化不良になりやすくなる。まあ、夏場とかはねすごいバクバク食べるんですけども、秋とか冬にかけて温度が下がってくるとね、メダカさんも代謝が悪くなりますから、食べても胃に残りっぱなし、それで具合が悪くなる、消化不良が起こる、そして水も汚れる、そして水替え頻度も多くなる。この水替え頻度っていうのは、まあ、すればするほどいいっちゃいいんですけども、悪い時もあるんでね、この見極めができない時に餌をバシバシ与えるっていうのはちょっと一旦ストップ。もうね、ちゃんとバクテリアも定着してる、エアレーションもちゃんとしてる、水替えもね必ずする、メダカの調子が悪くなってきたらすぐ見つけて水替えができるとか、そういう方はいいんですけども、まだねそういうのがわからないなって人は、餌のあげすぎは要注意ですね。あとはですね、メダカの死因、水替えなさすぎ。ちょっと待って、さっき水替えすぎると死ぬって言うたやんって言ったと思うんですけど、ちょっと待ってください。はい、とにかくね、メダカちゃんたちを死なせたくないって方は、はい、まず第一に水量が多い水槽を使う。はい、第二に太陽光やライトを必ずつける。はい、第三に水草を入れる。第四に低床をしっかり入れる。第5にエアレーションを軽くする。そして水替えは週2回ぐらいで3分の1交換、これをしていれば大体は死なないんじゃないかなって思いますね。なんでね、水替えもねやり方なんですよね。
まだよくわからないよって人は機械的に週2回、3分の1交換とかがおすすめです。でたまにね半分変えてみたりとか、それはメダカの様子を見ながら水の交換って感じになります。はい、ということでどうでしたでしょうか。私のね今までのそういう失敗談とか経験上だと、そういったねメダカのシーンが多いかなって思っております。何かのね皆さんの役に立てればと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。